こんにちは。今日も快晴フロリダです。今日はですね、念願のアメリカの100均に来ました。100均って言ってもダラーストアなんで、今多分ドル70セントぐらいだと思うんで、あ、70セントが1円、はい。なのでダラーストアって100均じゃなくて70セントストア、あ、違うか、130円ってことか。ダメだ、アホなこと言ってる。はい、というわけで行ってみます。店内です。なんか日本の100均と同じ感じかな。あれですね、今バレンタインですよね。なんだ、130円じゃないじゃんね。さっきアホなこと言いましたけど、ダラーストアということは100円ストアじゃなくて130円ストアですね。なんだなんだ、全然1ドルじゃないじゃん。これも全然違うじゃんね。全然違いますよ。え、ほとんどのものが違うじゃん。ほらほらほら、全然ダラーじゃないですよね。普通の店じゃんっていう見て見て、なんだこれ。ようやく1ドルのものを見つけました。なんだ、こういうところがちょっとアメリカですよね。なんか気になってしょうがない。よっこいしょ。はい、戻しました。はい、気づきました。ここは、1ドルストアじゃないんですね。名前だけで全然普通の店じゃんっていう。なんだつまんないの。これに比べたら日本の100均ってすっごいですよね。すごいですね。私もうほんと一時帰国するたんびに買いに行きますけど、もう目移りしますけど、なんか全くもってちょっとがっかりです。はいはい、1ドルここにやっと見つけました。ですがその下の方は全然違うじゃんっていうね。見て、もうホットさんまでね、がっかりしてる。全然違うじゃんっていう、1ドル屋さんじゃないじゃんって言って、お前どうせまたバカにしたビデオ作ってるんだろうっていうふうに言われたんだけどはい、この日本だと100均で私大量にまとめ買いする、悲しいかな、ね、年を感じる老眼鏡なんですけれども、これがなんとですね12ドルですよ。12ドル、多いって感じですよね。いや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 、全くもって100円のものはないですね。はい、非常に面白い経験をいたしました。アメリカのダラーストアは1ドルではないということですね。これってどこでも普通なんですかね。ちょっと誰か知ってる人いたら教えてください。というわけでお疲れ様でした。全くもって1ドルではない1ドルストアでした。しょうもない動画を皆様最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。ではでは、フロリダよりお届けいたしました。皆様良い一日を。おまけです、キットカットのストロベリーダークチョコレート、これ初めて見たんですけど、日本はねほらすっごいいろんなキットカットありますけど、買ってこうかな。